1台ずつどうぞ。危ないで危ないで、当たるで当たるで、ごちゃごちゃもう。何があったよ、パトカー止まって、もう1台反対向いとるかな、反対向いて一方通行ですよ。むっちゃ雨降ってきた、結構降ってきたで。これおはようございます。今ね大阪のこれここ大正区でんかな、大正区の大正通りってところからこれは千日前通り、千日前通り入って阪神高速の港川の入り口向かってます。朝からすごい雨、ちょっと今8時半、朝の8時半なんで、8時半過ぎたとこなんで、ちょっとね通勤の時間はちょっとねピークは過ぎてるかと思うんですけど、こんな感じでございます。大阪市内もうちょっと行くとね難波とかあの辺中心部に行くんですけども、すごいな雨が。いいな、こんな中仕事するの。これ看板に、看板見えます？左側、左曲がったところ13って書いてるでしょ。読み方わかります？読み方13、13って書いて何て読むでしょうか。正解は CM の後で。そんな、もったいぶらないですよ、もったいぶらないです。あれ13って書いて重曹って読みます。下にローマ字表記書いてるんですけど重曹です。前もね動画でこの辺通ってるんですけど、場所で言ったら難波駅周辺です。でここ曲がったら左側にすぐね阪神高速の港町の入り口出てくるんですけど、前も紹介したんですけど暗くて上り坂で条件がすごい悪いところです。今日は多分もしかしたら混んでるかもしれへんから走りにくいかもしれないですね。曲がりますよ。ここ二重で左折レーンやからちょっとね曲がりにくいんですよ。曲がったらすぐねこうやってバス停あるから、バス止まってることあるんでね。はい、渋滞の情報。すごいな、傘の通勤の人たち、歩いてる人たち傘の花がいっぱい開いてる。混んでるんかな。ここの合流まで空いててくれたらいいんやけど、ここで ETC と一般で両方とも併用やからね、前の車が ETC ついてなかったら止まっちゃうんですよね。はい、じゃあ港町の入り口から阪神高速入ります。いきなりの急な左カーブの上り坂、止まりたくないって来たら上り切りたい。え、あ、そんな混んでないんじゃん。雨すごいけど、今環状線走ってます。4車線あるんで右の方寄っていきます。後ろ車来てるな。そんなに混んでないね、渋滞って書いてたけど。この先渋滞、なんか電光掲示板。あ、混んできた。ちょっと混んできたね。止まります。止まりちゃいそう。止まっちゃいそう。うん、混んでたね、やっぱり。どっかで事故してるみたい。混んでるね。まあ時間は全然余裕あるからね、問題ないんですけど。
乗らん方が早かったかな、下道の方が。お金払ってこれやからね、絶対。もうジャンクション複雑でしょ、なんかこの辺も。事故してんの？これむっちゃ混んでるやん。車線変化もこんな感じですよ。もうほぼ強引で。これね、右からも左からも合流来るんで、あ、もう合流したところぐらいで事故してんかな。事故してるけど横の看板、あの賑やかに大きに通天閣と太陽の塔と、なんか下の方おにぎりみたいなのいてるけど、なんか関係あんかな、大阪でおにぎり。あのトレーラーの運転手さんもずっと手出して、さすがやね。もうこういう時は譲り合いですよ。もう、あ、もう一個寄りたいみたい。上げてはる。お、お手伝い譲ったね、さすが。そしてアルト左行くんかい。おっと、アルト行ってタンクローリーが右に来る。こうやってね、こうやって開けてたら入ってくるんすよ。詰めすぎて手間かんし、広すぎてたら広すぎてたでね、こうやってバンバンバン、強引やな。強引ですね、皆さん。危ないで、危ないで、当たるで、当たるで。ごちゃごちゃも入れたれよ、セレナ。入れてもらったやんか、入れたれよ、お前も。ぐっちゃぐちゃやな、今日、ここ。はい、エブリどうぞ、入ってください。もう多分大丈夫、もういけるかな。ここやね、事故現場。何があったやろ。パトカー止まって、一台反対向いとるかな。反対向いて一方通行ですよ。完全に反対向いてるやん。なんなん、こっち向いてたで、あのハイエースみたいな。はい、そしたら中之島ジャンクションです。こっから環状線からね、今度一番右車線から一番左車線に寄ります。車線変更できる区間約800m ぐらいしかないんで、その間にね、頑張って左寄ります。あ、丸ビルや、丸ビル。結構左から来てるの池田線で、名神の豊中の方から来てる阪神高速で、ここからね、800m ぐらいの間で左寄っていかなあかんすよ。でもこれ右、左からも車来るし、ぐちゃぐちゃなるんで、このね、左ウインカー出しながら、ほんで左から来る車と接触しないように、バックミラー確認しながら、左ウインカーとハザードでありがとうを言いながら走ってます。もう一個寄りたい、もう一個やりたい。入れて、入れさせて。 ありがとう、ポルシェ入れてくれた、入れてくれたらありがとう。はい、こんな感じです。はい、ここからね、森口線、12号森口線入ります。ね、これ左側に西沢学園ってあるでしょ。西沢学園、多分関西の人やったら西沢学園ってそのまま言っても分からない。西沢学園って何やったら西沢学園って言ったら大概通じます。 CM やってるんでね。で、これ目の前に見えてきたなんかあのお城みたいな、洋風のお城みたいな建物が8チャンネル、関西テレビで8チャンネルで、さっきの西沢学園戻るんですけど、あの西沢学園の CM ね、専門学校の CM あるんですけど、関西の方やったらね
西沢学園、外国人の女の人が言ってるやつね。お、西沢学園。西沢学園って何って聞かれても、西沢学園って言ったら、あ、あれだってなります、多分。多分なると思います。ついてるね。ホットコーヒー飲もう。だからタバコ吸いたくなる。なんでやろ、これセットやね、ホットコーヒー、タバコ。ホットコーヒー限らずタバコとコーヒーでセットになってますね。体にええことないやろうけど。おいおい、ポジティだ。左行ったら、左の方が空いた方面って思うかもしれへんけど、逆なんすよね、こうなってるんで。左からぐるっと右カーブします。今左やけど、ここから右カーブぐるっとね、方向転換します。ほぼ U ターンみたいな形で。みたいな形が終わると急な下り坂、そんな急ちゃうな。あ、でもこうやって見たらすごいな、下ってるね、カーブ、ジャンプショー。ほんでこっから近畿道入ります。これ左がモノレール走ってるんですけど、聞こえへんね。あ、駅の方まで止まってるわ。無理やわ、並走できない。あ、また駅に止まってるやん。もうそこ出てきてよ。走ってるとこ見たかったのに。なんかでもモノレールが走ってる街ってちょっと近未来的な雰囲気ありますよね。まあがポツンと立ってるもんね。まあが、まあ、まあっていうの、 MA っていうのどっちかわからへんけど。はい、そしたら第二京阪に合流します。譲ってくれた、譲ってくれたらありがとう。もう一回タイトルだよ。ありがとう。待って、あのアクア焼きそば食いながら運転してたね。ほらほらほら、ブラブラやんけ。そば食ってるからグラグラやんけ。あのアップはかっ飛んでるね。一番右車線止まりますよ。焼きそば食べ終わったんかな。あのアップはまっすぐ走り出せん。よっぽど焼きそば食いたかったやろな、走りながら。そば食べにくいやろ。せめてなんかパンかおにぎりにしたらよかったのに。あれも立派なながら運転ですよね。焼きそば食べながらやから。フリウスフラフラやで。アクセル踏んでるから右の。
か、なんか食べてんか。まさか焼きそばちゃうやろな。ほら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 、右寄ってる右寄ってる右寄ってるって。危ないで危ないで、こっちは右寄ってるやん。今度左寄ってるって。撮影用のやついっぱいなってもうた。もう後ろだけでごめんなさい。後ろだけで撮影です。あ、もうでもね、ここで降りるんで、あのこの辺で終わりますわ、終わりますわ。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。焼きそば食べながら運転してあかんで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン押してね。あいちゃんでした。バイバイ。